Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. はい、来ましたか。はい、はい、はい、じゃあピーストリート TV ですね、はい、今日第50回始まります、はい、はい、よろしくお願いします。知らずに50回、50回ね、ね、あの記念会、うん、ね、アニバーサリー、バーサリーですね、はい、5000円、説明するのが長くなるからやめてください。ということでね、いろいろ値踏みしたりしておりました、5000円アニバーサリーで、いろんなことが記念ですね今日はね、そうです、はい、ということで12月ももう早いもんで中盤に差し掛かって、はい、今年残すところあと京都次回最後ね、はい、2回だけの放送となってまいりました、うん、ね、皆さん年の瀬で慌ただしいところを見ていただきましてどうもありがとうございます。はい、ね、しかも裏では今日あのトヨタカップ、そう、ね、クラブ、ね、あの準決勝ね、うん、もうゴンさんサントスって書いてある、サントスって書いてある、なんかツイートにサントスって書いてある、あのね、あのね、なんかこの絵面黒い三連星、黒い本当や、まさかのメガネ男子、本当やメガネ率高いんですけど、ビーストパーカー揃いましたね今日ね、久しぶりに、久しぶりにね、はい、マスないんやね、ないない、ピンクカーで、それにこれつけとこうか、今度ね、あ、そこで今度ワッペン作りましょうか、ね、5000円で作ろう、5000円でこだわるね、あんまりわからんこと言う、笑う、わからん、はい、壺がわからん、はい、ということで、まあほんまにあの12月もね、最後になってきました、ほんま、うん、僕も裏見たいんですけどね今日、はい、裏というか、あれを裏って言ったらいかんですね、僕らの方がもう全然全然裏ですけど、これ告知効果かな、やっぱり告知効果かな、今日はね、いろいろ告知したらね、なんか釣れてますね、だいぶね、釣れてる、告ってるんです、うん、だいぶもうすでに20何人、あの、あ、もう30人、まあ、30人、30人の方見ていただいてます、もうこれオープニングはよやめって言われるよ、あ、いらない、うん、いや、いや、
でもあのギャップがね、うん、いいんですよ、ね、ギャップ萌えっていう言葉もあるじゃないですか。 あれですよ、この3人が、うん、あの今日は美少女黒い3連続、うん、いやいやいや残念ですよ、いやいやいや、それ言うた途端に多分減っていきますから、ね、相当やばいんですよ、まあ、世の中そんな問題ね。もう多分ねガターンともうここでねあのパタってノートのパタッて締めよると思いますから。そうなんですよね、あの男の子になりますよ。いやいやいや娘って書く方の、いやいや怖い怖い、もうあの体型とかでもうダメですから。なるほど。あともうその毛髪系でダメな人もいるし。これいいでしょ、なんか帽子忘れたんやね。いやもう男の子になるためには、うん、ない方がいいんですよ。ない方がいい、僕はウィッグの子あたりがいい。なるほどね。意外とでもね、あの美しく変わる可能性もあるかもしれないですね。そういう企画も面白い。ないない。あのね、昨日の晩ね、うちの娘がウィッグを買っとってね、新しく。ああ、それがね結構似合うんや。ああ、ぜひぜひそれ。ゲロさんじゃない。チャビンさん。そう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 。ウィッグ結構ね、あの前の高見沢風のも結構似合ってましたね。まあ僕ら男の子になったらまっすぐには負けないでしょ。負けないね。女の子。もうそれ辛いですね。やりましょう。ウィッグさんに負けるほど。全員。男の子になって、うん、格付けやります。多分ね、多分ね、そんなんでもし私負けたら本当なんかもう本当にどうしたらいいですかね。最低6000円だね。男に負けるだけでも嫌やけど、おじさんに負けるってまたプラスで嫌じゃないですか。その時のポーズはやっぱこう片足上げて、まあ、やってくださいよ。その話はもういいんですよ。もう本当に2週にわたってはスポーツないですよ。いやいやいや、僕ら結構ねやる時ありますからね。でももう先週出してしもったでしょ。ああそうか、あれでね結局松代語り継がれますよ。多分ねピーストメンバーの家のね巻物にはねあの写真貼ってあります。あの写真ね、代々伝わる歴史的なものにね。あのね、俺デスクトップにしてるけどね。デスクトップすごい写真。出しちゃったあれあれ浮き輪に入っとるね。浮き輪ね、まあ、なんかちょっと変わっとるな。レムさんやったら入れるよね。入れる、入れる。レムさんウエスト細いですね。いつの間にやら出しちゃったか。本当にもうね、こうやってみんなでこれはもう多分ね、あのだいぶ使わせてもらいましょうこのネタはね。あれ知ってる、あのレムさん水かけた女の子になる。え、ランマ、ランマ、もう変な汗かいた。変な汗下田と思うよるやろ。もう出すんじゃなかった。僕らゆすりネタこれで入れましたからね。5000円の交渉もこれでだいぶ大体引っ張りまくるよね。これで1年ぐらい引っ張る。さっきから5000円っていうのはあるんですよ、あの肩をマスのマスの肩を抱くっていう話をしよって、でそれお金もらいますっていう話になった。もらうんかいう話になって、うん、でそれいくらなんっていうふうに話しよったら5000円。そうそうそう、5000円と、うん、5000円払ったらマスの方が抱けるっていうのがだんだん端折られていって、マス5000円で抱かせてくれました。もうこれまで培ってきた清純派のイメージをここで本当に崩すのだけは本当に勘弁していただきたい。みんながね、あのマスの前に並びよったよね。ピーストメンバー全員に抱かれても3万5000円。最低でしょうね、本当。私これから先生きていく希望がなくなる。はい、はい、で今日は5000円アニバーサリー。バーサリーね。ちょっとじゃあツイートも、はい、あの読んでみてましょうかね。そうですね、はいはい、どこから行きますか。始まりました、どこから行こうか。新高津さん、50回記念おめでとう、はい、そして皆さんこんばんは。はい、新高津さんこんばんは。今日も見ていただいてありがとうございます。はい、で、総延慶斗さん、はい、合成率高い。合成率高いよね。高い。はい、ゴンちゃんさっきのね、サントス買ってますよ。本当だ。いらんってその情報。録画しようんですから、もう帰って楽しみに見るんですからやめてください、実況するんで。はい、男の子計画 ね、はい、北村健二はそういえば毛髪と暴髪って似てますね。もう最初から狙ってきてますね。狙ってますね。だいぶ狙ってきてますね。狙いに行ってますね。はいはいはい。安すぎて怖い。はい、まあ北村健二さんも並んでいただいたら次回行っていただいてね。はい、北村健二さん入って4万ですから、ね。いや5000円くれるんですよ。
まさかの、まさかのね、はい、ということで、まあ、こんなしょうもないこと言いながら始まっておりますけどもね、はい、ということでじゃあ早速ですね、はい、コーナーの方にじゃあここから入っていきましょうかね、はい、はいはいはい、ということで今日はあの番宣の方にも出ておりましたが、美少女図鑑というですね、はい、愛媛のね、雑誌がございます。こちらのですね、美少女をお迎えしておりますので、もう出ちゃう感じですか。もう出ちゃいます。もう出ちゃうんですか。あの、みんなにつぶやいてもらわないかんないですか。もういやいやいや、もう美少女来たーってなるんですよ。来たーってなるんですよ。もう大方誰がつぶやくか予想がつかない。そうそうそう、で並んどるのが僕らが助走しとった。いやもうみんなひっくり返ってもうそれなくなりますから。はい、はい、ということでじゃあ、あのむさ苦しい親父にははけていただいて、美少女に入っていただきましょう。今はけていただいて、いやもうはけてください。もうはげっちゃわしてください。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ、お楽しみの、はい、じゃあ美少女の皆さんお願いします。またね。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。どうぞどうぞ。じゃあお入りください。はい、ドキドキですよ皆さん。来ますよ。来ますよ。はい、大丈夫かな。失礼します。はい、お邪魔します。はい、ということでですね、美少女の3名様に入ってきていただきました。はい、はい、来るかな。はい、はい、あ、来た。はい、はい、いいですね。もうさっきの絵とはもう全然違う ね。こんなにも華やかになるもんなんだろうか。はい、はい、はい、こうね、はい、もうこのぐらいかな。はい、はい、このぐらいね。はい、よいよい。はい、ということで、じゃあ早速、ご紹介をしていきましょうかね。はい、ということで、今度12月の23日にね、はい、発刊、はい、はい、するあの愛媛美少女図鑑というですね、もう何回目になるんですか。6回目になります。あ、6回目、はい、うん、6回目になるということなんですけども、の、まあ、発刊を控えて、はい、ね、その前になんと、うん、そこに、掲載されてるというか載ったね、モデルの美少女3人に来ていただきました。はい、はい、じゃあ早速ちょっと自己紹介をしていただきましょうかね。はい、こちらの方から。ゆみです。ゆみちゃん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、京香です。よろしくお願いします。はい、京香ちゃん。はい、よろしくお願いします。寒いんだな、京香ちゃんね。はい。かすみです。よろしくお願いします。はい、かすみちゃん。はい、よろしくお願いします。かすみちゃんもちょっと寒い系かね、首の前でね。みんな、みんな、みんなファーやね。ファーって感じやね。暑いの私、変な汗かいてる。はい、はい、はい。ということで、まあ冬だからね。ということで、23日に今度、まあ、発刊されるその美少女図鑑っていうのは、まあどういう本というとあれなんでしょう。実はあれよね、マスも、そうなんです、美少女図鑑出身だと。そうなんです。実は前の号の第5号。前の号、はい、つい最近、つい最近、えらい、なんかでもちょっと違う感じもする、うん、ほらほら、年齢的な、年齢的な、年齢的な、え、違う感じがするよね。なんか種類の違う人がおる。空気の、空気の、あ、空気の、オレンジャスマブ、近々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 、チャンネルをこうなんかこうスイッチャーをこう近々と、ね、使用前使用後。何の使用ですか。そういう感じでもないですよね。はい、あ、前のにおますわ。そうです、第5号に載せていただいて、はい、で今回23日発刊のには、うん、ね、お三人がの掲載されるということで、はい、はい、皆さんは初めて掲載されるんですよね、やっぱ、はい、初めてです。こう美少女として選ばれる、そのなんだろうな、あのプロセスというのはどういうところなんですか。そうです、私美少女とかって言って、あの載せてくださいって言って、やっぱりあれですか、オーディションみたいなのに。オーディション、はい、あ、オーディションに行くんですか。はい、あ、はあ、はあ、はあ、なん、いつぐらいからオーディションがあったの。夏じゃないですね。夏じゃないですね。私は10月。あ、10月、うん、11月ぐらい、うん、10月とか。うん、夏、夏じゃない。夏じゃない。もっと前ってこと。いや、もっと後、もっと後、あと秋ぐらいから、あ、秋ぐらい、秋ぐらい、秋ぐらいから、はあ、はあ、はあ、それまでだから、夏までにあんまり可愛い子が集まらなかった。違う、時間をかけてじっくりと選んでたってことでしょ。そんなことない。あ、結構 TL 上も賑わっておりますよ。はい、はい、はい、うん、新高津さん、うん、わー、めっちゃいい匂いしてそう。いい匂いしますよ。うん、であとゴンさん、ゴンさん、右端の子、プレゼント希望。いやいや、プレゼントは出ない、あげません、うん、あげない。で、うん、
そうですね。あとあアバルトさんだね。アバルトさん。カバウィーネ。アバルトさんこっそりつぶやいた。もう寝ろてますからね。教室ついていつも。盛り上がっておりますよ。はいはいはい、うん、そういうことですね。うん、はい。あじゃあそれでまあオーディションというか、面接みたいな感じ？カメラ、うん、はい、カメリハテストみたいなして。うん、はい、あであれですね。なかなか結果はまあ来ないわけですね。最後の方まで。その場で決まるの。あもうあなた最後みたいな。後日。後日。はい、あ後日じゃあグーグーしますご連絡しますとか言って、はい、もったいつけるわけだ。あの人がね。あの人がね。あまあ編集長向こうですね。はい。あなるほどね。で結構でもたくさんの方オーディション来られるんですよね。やっぱりね。それ100人とか200人とかって聞きます、ね。実際にで掲載今回載ってるのは何人ぐらいなの？12人です。すごいね。選ばれし3人ですね。でしかも今日出るっていうことはその中でも3人が一番可愛いっていうことでしょ。他の2人はすごい可愛い。いやいやいや。いやいや。なんかいやらしい譲り合いやわ。もうこの子らもう。ね、皆さん10代ぐらいなのかな。ね、はい、はい、まあ年齢は詳しいことは聞きます。あ、20代の方もいらっしゃる。私が20代で。はい。うん、いや出てるね。はい。ちょっと入ってるね。ちょっとヘッドホンの音が大きいのでちょっと小さくしてますね。はい。はい。まあ、まあ、なんせ私よりかみんな若いということです。うん、それは見たらわかる。わかる。オーラ、オーラでね。はい。うん、で美少女図鑑にまあ掲載されるというまあコンセプトとしては地域の美少女の方が、うん、まあ掲載されている写真がメインになった。そうですね。うんうん、まあ写真雑誌というか。そうですね。愛媛にこんなに可愛い子いっぱいいるよっていうのを、うん、こう、まあ、発信していくと。うんうん、サイトの方も、ありますので、うん、サイトの方をご覧いただいたらと思うんですが、もう本当にねいい加減にしてほしいですちょいちょいいろんなところにいろんなこと差し込んでくるこれは、どなたこれ編集長美少女でええんですかまあ、この時のもう言い訳いろいろさせてくださいこの時はですね私はまあこの春にまあ一応仕事をまあ辞めたんですけれどもいろいろなものを抱えて辞めたんですああそうですか同じ服なんです今日あえてそうですほらあえて同じ服を着てきたんですけどもうねなんていうかねなるほどね、はい、めっちゃ太ってますよねどうでもいいけど、はいそうじゃん、うん、私じゃなくて他の子たちも見てもらいたい、まあ、皆さんサイト、はい、うん、エリア別で、はい、あこれ全国の美少女図鑑があるんですねそうですはい、うん、その中の愛媛を選んでいただくと愛媛のサイトが出てくると出てきます、いうことでみんなはまだここには載ってない感じまだ載ってないんですかねそうですねまだはい、また、順次多分発刊後にいろいろその辺の情報もね、うん、出てくるかと思うので、うん、またサイトの方もご覧いただくと今までのその美少女図鑑がどうだったかっていうのも見ていただけるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、はい、うん、まあこれから実際本が出てからいろいろ反響が多分出てくると思うんですけど、はい、マスは何かありました乗った後そうですねやっぱり迷子を迷子を楽しみに、うん、集めてる人が多いんですよあずっとねはい、はあはあ、初第1号からいいよね美少女コレクションができるっていうのね、うん、そうですよね出たら、うん、本当にすぐ取りに行く人が多くて、うんあまあ、そうじゃないとすぐなくなっちゃうんですよ、うん、1週間くらいこれはフリーペーパーというかう要は無料配布なんです、ね、無料配布なん で,、はいうん、でその置いてる場所はサイトの方確認していただいたらあるんですけど、うん、だからそこにパッと行って、うん、シャッと取って、うん、コレクションしてる人がこれすごい、ね、いるんでもうずっと見ようねうわっか何回も見ちゃうゆみちゃんの何回も見ましたねコレクションしてますあほらほらそう家に、はい、多分女の子でもここに乗りたいって言ってる子は割と前から興味持ってこれよりは私の方が上で多分乗れるんちゃうからねそういういやらしいのもありみんな可愛いなと思って、ね、私なんか絶対無理とか思いながら思いながらかわいいよ私が起きたなみたいな私の時の反応が違うんですよ。かわいい。そうそう。で、だからそういう意味で、うんはいはい、みんな集めてる人がいるんで、すぐ1週間くらいでなくなっちゃうと言われてるんです。うん、あすぐなくなるんですよね。そうなんです。うん、そう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 。うん、だからもう本当に急いでね、みんなまた取りに行ってもらいたいと思うんですよね。はいはいはい、うん。どうする？スターになったら。な準備はできてるかいスターになる、ね、こういう風になれなかった人もおるけどなりそこになった人もいますけど、ね、君らには無限の可能性があるからねさっき長いですからねこれがね
しっかり準備しといた方がいいよ。そうです ね結構注目されてるんですよね、あれ全国、うん、結局全国の本だから。そうですね、うん、ね、うん、まあ、あのいろんなあのびっくりするようなことがねこれからあるかもわからないですけど、ね、あの仲良くしとこうね先にね。で、フリーペーパーというか、まあ、無料配布紙ということなんですけど、うん、どこへ行ったら手に入ります？これ。そうですね、あの銀天街の B フラットさん、あ、はいはいはい、っていうビルがあるんですけど、ファッションビル、はい、ファッションビル、はい、あのところに大量に結構置いてあったりとか、うん、あとツタヤさんとか、うん、ビレッジヴァンガードさんとか、はいはい、あとはアパレルショップとかあの、うん、美容室とかに置いてますね、うん、あ、はいはい、ですね、そういったところで、まあ、B フラットさんが一番、はい、ね、一番多いです、大量に置いてるんで、うん、この3人以外にも、はい、ね、いっぱいいっぱい美少女も載ってるし、この3人、ね、にも見てみたい、あのすごく、スタイリングもして、あのセットなんかもして綺麗な感じでね乗ってるんでしょ。そうですね、あのどっかすごいロケーションのいいところで、うん、でも地元の、まあ、松山の地元で、はい、もう撮影もあれ割と一生懸命あっち行ったりこっち行ったりやったの。いや、私は白山公園で四つ葉のクローバーを探してました。メルヘンチックだね。京香ちゃんだったかな、うん、は、どこで撮ったの。喫茶店みたいなとこで、うん、なんかちょっとコーヒーコーヒー飲みながら、なんとなく似合う感じじゃない、でもね、もうこうなんか日記とか書いたり、日記とか書いたり、ポエム書いたり、時代が今出ましたよね。日記って何、ブログでしょ今。日記って何ですか、びっくりした。まあまあ大体お父さんぐらいの年代。で、もう一人はかすみちゃん。かすみちゃんどこだった。私はあの高島屋周辺。周辺、はい、あ、ま、街をこうなんか練り歩く女の子みたいな感じ。いちいち古臭い感じじゃない。なんかあの電車の横とかで撮りました。はいはいはい、とかなんかちょっとなんか柱みたいなにもたれかかってみたいな。なんかあれかな、デートをこうしてる感じ。あ、そうですか、待ってる感じ。いいね、いいですね、いろいろ、まあ、本が出たら、まあ、皆さん脳内シミュレーションをしてください。女子とのね、楽しい時間をね、はい、クリスマス前ですから ね、また本当に、はいね、一緒にコーヒー飲みましょうとかね。田村健二さんも本当に、小田蔵さんとかね。小田蔵さんと飲むかい。うん、何、悪い大人の口車に乗っちゃダメだよっていうのは、もうゲロコさんと今仲良くしておきましょうって今さっき言ったことに対して、そういうことね、本当にもうやめていただきたいですね。いやいやいや、うん、ね、うん、いろいろおるからね、大人もね、気をつけないとね。気をつけてくださいよ、本当、はいはい、うん、じゃあまあ、いうことで皆さんね、これからまたその活動的なところもこれを機にいろいろあれですか、なんかモデルみたいなこともやりたいとか、そんなことも、うん、あ、AKB に入りたいとか。AKB 一気にそこまでいかんかな。一気に昇格、うん、ああでもね、皆さんそれだけ可愛かったらアイドルの道も開けるかもね。マス、うん、みたいに失敗させなければ。そうなんね、さっきの出しちゃろうかな。いやいや。いやいや、ということじゃないですけどね。はい、まあ、ということで皆さん出ていただきまして、じゃあ23日ね、はい、ご覧いただいている方はぜひ楽しみにしていただいて、はい、無料配布ね、うん、すぐなくなるらしいですから。そうです、私も楽しみです。そうそうそう、うん、急いで23日発刊と同時に走って、はい、取りに行ってくださいね。トゥーッとね、はい。はい、ということです。はい、他何か言うことありますか。大丈夫、うん、なんか可愛い顔しとく。可愛いの。はい、じゃあ皆さん一緒にね、そうですね、なんか美少女図鑑よろしくお願いしますっていう感じで一斉に行きましょうか、カメラに。はい、じゃあ、はい、美少女図鑑よろしくお願いします。なんかあれあれあれ、可愛すぎるんですけど。くたくた可愛すぎるんですけど。可愛いんですけど。今の収まりました。はい。はい、じゃあ、そういうことで、はい、どうも皆さんありがとうございました。頑張ってくださいね、じゃあね。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ美少女の皆さんでした。どうぞ、じゃあ君の方から。ね、かわいいね。私も時期があったんかしら。いや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 。信じられないわ。まっすーは、出そうか、ね、え、どれをですか。どの時がですか。浮き輪の時がね。いや、どうなんですかね、なんか、うん、
ねえ、そうそうそう、いやなんかあさっきのもう一回じゃあいい、あの時のはいいです、あるあこの時さっきのもう一回人も変わるんですね、さっきのもう一回出しましょうか、人も変わるんですねえ、もうどんだけ仕込むんですか本当なんか似てるね、なんか本当あのピーストってすごいですよね、よう見させていただきました、この時は。ピーストってすごいですよね。ね、近すぎるでしょ、ほんと。めっちゃ見てます。本当に、はい。ということでね、こんな時代もありましたね、まっすぐ。ありました、はい。いや、美少女よかった。今日はもう、うん、よかった。僕、これでもう十分なんで帰ります。なんでですか。他にもやることいっぱいあるでしょ。もういい感じです。もうお腹いっぱいにならないでお腹いっぱいになったんで、じゃあ、あと、あの、親父メンバーの皆さんにですね、はい、変わりまして、じゃあ、任務の方にね、はい、行ってみたいと思いますので、じゃあ、小田蔵さん、チャビンさん、いっちゃんさん、お願いします。お願いします。はい。はい、ちょっと、ちょっと、OK ですか？はい。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 今日はですね、前髪をちょっと自分で切ったらですね、こけしみたいになったんですね、ここ。パッツーになってですね。そんなテーマ、ちょっとリボンもつけてみてね、若い子が来るからと思って、ちょっと対抗して。対抗してんの？リボンつけてみたんですけど、やっぱ色味は抑えてみました。まあそんなに気にせんでもね、うん、大丈夫よ、大丈夫ですか、うん、ものすごい慰めるから、なんかもうねもういいんですよ本当に、まっすぐ一番可愛いね、はい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 、よかったよかった、楽しそう、向こうで何なんですか、もうかけた瞬間向こう行ってめっちゃ楽しそうなんですけど、ビショータイムとかやってるんでしょ、絶対いいんでしょ、人笑いとって喜んどんでしょうね、本当にやってますね、まあガラッと変わって、はい、ガラッと変わって、もうこの黒い感じ、黒い3年生、男の子がブラックな感じ、これちょっと休憩してんけかも、まさかのレムさん休憩、何なんですか本当まあどうでもいいけどね、せめて私を落としてどうでもいいんだけど、いやさっきの写真ね、昨日ね、うんうん、ゲロッパさんがね、うん、先週前回の写真送るけん、うん、仕込んでくれっていう、うん、って言うんで、うん、仕込むててみたいな、うん、しかも昨日よ、昨日よこれが元の写真、いやー、うん、でしょ、本当もうこの写真もいいですよ、で、ね、どうしようかなっていう、うん、でとりあえずこれ分かります、うん、何が変わりました、後ろのね男の子はね、うん、おらんやったでしょ、あ本当消しとる、うん、すごいでねここに座らせて。まっすーまっすーめっちゃ力持ちやな、めちゃめちゃ力持ちやな、めっちゃ力持ちやね、ほんとまあこれすごいやるやる、あんな笑顔でね、そうそう、これ面白ないなー、あんな子供をキョイッと、仕方ないからね、このレムさんの、レムさんをね、ブラックレムをここにねレムさんね、ウエスト細そうですから絶対入れますよね、絶対余裕で入りますよね、そうそう、でもさっきもう出てしもうたけどね、うん、で今度このゲロッパさん、はい、でもうこれでしょめっちゃ見てるよね、そう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 、見すぎでしょ、いろいろ何を見ようか知らんけど本当に見るでしょ、そうそう、うん、またこの表情が良かったね、そうそう、まあ、偶然とはいえ、うん、でね、まっすーこれかわいそうだからね、はい、しょうがないからもう、うんうん、こういうねよくね、あなんか後ろのね、これどこの、そうそうそう、どこのビーチかわからんけど、ちょっとセレブな、セレブ、これハワイよ、ハワイ、あやったやった、ハワイ、すごいすごい、まあ、このぐらいやっとかんといかん、うん、ありがとうございますすごい仕事が細かいし早いですね、これ浮き輪がでかいんかまっすぐ細いんかどっちなんやろうね、これは浮き輪がでかいんです、浮き輪がでかいんで です私は決して細くはないんですよなんかこのバッグが鮮やかになって輪郭がはっきりすると、うん、したら下でなんかちょっと痛い感じがする、うん、背景も本当にただのバカじゃないですか、いやそうじゃなくても痛いねこれポーズが、ほんと、もうほんとね、100年引っ張られるよ、いやだ、ほんとに私が今まで20年間培ってきたこの清純派のこう、うん、イメージ、うん、まさかここで崩されるとはね、夢にも思ってなかったですよ、ほんとまあ、いじられてなんぼよ、いじられてなんぼ、まあ、美味しいっちゃ美味しいですけど、美味しいっちゃ美味しいですけど、そういう風にならない、ほんとに
かもなんか腫れとる腫れとるってそうでもないやん。ほっぺですか、うん、ちょこれ本当に昨日シュンって収まったぐらいの勢いですよ。勢い。あ、ちょっと抜歯を私しましてですね、若干ここまだ腫れてるんです。うん、あの今日ね出れるかなどうかなというぐらい本当に、うん、あの先週とかは、うん、ポンってなって、うん、あの分かる人は分かるかもしれないんですけど満腹太るみたいってお姉ちゃんに、お姉ちゃんに爆笑されたんですよ。あんたどうしたんその顔満腹太るみたいって言って。うっちゃんなんちゃんのなんちゃんうっちゃんが昔やってたキャラクター。もう食べれないよ。ほっぺポチャーンってなってあの満腹太るみたいになってたんですよ本当に。あ、まあ、もう出れんかと思いますよ、ね、今日なる、うん、びっくり。その髪型にしといてよかったよね。今日そう本当、ね、これでねなんとか収めてきました、うんうん、ということで、はい、もう12月も後半に入ろうとしておりますけれども、はい、この時期になるとやっぱり気になるのはプレゼントですかね、うん、そうクリスマスクリスマスね、うん、まあね苦しみますなんて言いますけどね、うん、マスどうするのクリスマ ス、私22から24まで東京行きます、うんうん、家族旅行で、おおなるほど、ね、でディズニーシー行ってきますよ。あ、おじゃあサンタクロース来んね。サンタクロース私すっごい今年もいい子にしとったんですよ、うん、なのに来んかもしれないですね、うんうん、どうしたらいいかな。家族おってよかったね。はい、本当にそんなことない。私家族おらんかったらもう一人ですもん。一人でクリスマスにディズニーは行けんよね。行けないですよ。それはね。いくら私でも行けないですよ。見え張っててもやめた方がいい。いやいやいや、本当にやめた方がいいでしょ。そこら辺中を手をつないだカップルが歩く中で。ミッキーに慰めてもらいたいからね。自分一人みたいにミッキーもなんか言い伝うでしょ。そうそうそう。泣くよね。ミニーがいるからね。ディズニーはサービス精神旺盛やからね。きっとまっすぐ見つけたらね、もうこれ抱きしめて泣くよ。でしょ。みんなワイワイ来るでしょ。読んでないのに。いろんなキャラクターたちが。そう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 。アトラクションの人もね、びっくりよね。うん、ええー、みたいな。一人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 あの、の乗り物乗る時のね。多分ね、多分並ばんでもいいんじゃないか。お一人様専用のところで。でね、しかもね、あれスタッフ全員にね、インカムでね、お一人おった。サポートせサポート。すごいことになる。出発するときにいってらっしゃいとか言ってるけど、めっちゃ心の中はうわかわいそうみたいな。一緒に乗ってやれ。そういうマニュアルになってるんだよ。いや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 本当に。さすが東京オリエンタルランド。そうね、サービスね。一人にするなよ。いやほんまにね、そう気使わせなくてよかったです。家族と一緒に行きますから。うん、ね、うん、よかったね。あ、よかったですよ。ところで、うん、ところでサンタクロースって、うん、まあ毎年あの来ますけど。うんうん、今ももらってます？もらってます、もらってます。当然もらってますよ。うん、いっちゃんも？俺はね、もらってないです。悪い子のところに。悪い子のところ。悪い子のところ。悪い子のところには来ないですよね。やっぱり自分で探してますから。なるほど。そう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 。探してる。もうこの辺であのサンタクロースに欲しいものリストでも言っとったらいいんじゃないですか。これはね、僕ね、車欲しい。車、うん、またクラッシュ、クラッシュしちゃう、車、あら、クラッシュしちゃったんで。あ、そうなんですか。はい、あらら、自爆ですか。自爆です、自爆。雪でそれ、あのあれつけてなかったんですか、ドライブレコーダーみたいな。あ、つけてないですね、うん、で YouTube に全然出てないっちゃんがつけて、そうだ。いやーね、やっぱ雪道本当みんな気をつけてくださいね。あのベンツクラッシュしますから。FR はダメでしょ。 FR ダメですね。うん、なんその事故車こう取ってどうしてアップしなかったんですか、うん、いやいや、そじゃ恥ずかしいじゃないですか。いやいや、もう美味しいでしょ。いや、後で見せましょうか。なんなら美味しいかな、やっぱり。うん、でもね、多分ね、うん、サンタクロース車は持ってきてくれませんよ。車持ってきてくれない。靴下入らないもん。あ、そうですよ。そうだ、うん、そうなんだ。用意したら大丈夫ですよ、でかい靴下。あ、でかいね。なるほど。何の車欲しいんですか、次は。次はね、うん、何がいいかなと思ってるんですけどね、やっぱあのボルボじゃないですかね。ボルボ、うん、あ、四駆で丈夫系、四駆で丈夫系、頑丈な系、うん、がいいかなと、うん、ボルボね、うん、もしくはチェロキー。あ、やっぱりやっぱそういう感じなんですね。やっぱそういう感じですね。ローバーとか。そう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 。黒缶って。僕ね、いっちゃんさんアウディ、アウディですか。うん、アウディ、あのトランスポーターの、かっこいいですよ、あのイメージで。あのイメージでね。うん、まあ、あの個人的には目指しているのは、佐藤
高一さん目指してんの目指してんのマーク X の佐藤高一さんまさかの目指してるそう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 ああいう風になりたいのああいう風になりたいいやそれよりやっぱりねこうシャツでこうやって相手をこうやってやってそうそうそうシャツを破いてトランク開けてまた白いスポーターでアウディで常に全開全開自販機から自販機に後ろにジュースいっぱい積んであれでジュースギギギギギって違うでしょ僕ねこっから上はねトランスポーターの主役に言われ似てるって言われるんですようんいい感じですねそうかもしれないいい感じいい感じ、まあ、時々チャビンコスナーとか言われるチャビンコスナそれネタ振りじゃないでしょチャビンコスナーそういえば公式サンタいい、ねね、あのいい、ね、公式サンタ日本に来てたでしょそうそうそう、うん、公式サンタ来たらしい東北の方東北の方にやっぱりね今年は、うん、外国からねどっかの外国から来たらしいあれどこだっけどこだどこフィンランドフィンランドかなどこ岩手にアイスランドじゃなかったアイスランドアイスランドアイスランドじゃなかったっけ岩手に行ったらしいよ岩手にで福島行かなかった行かんかな行かんいやいや行くでしょ行くやっぱあれは行かないとダメだよね、うん、でしょそれはもうイスカンダル製の除去装置除去装置オ、ね、ーシャンの除去、うん、あのトナカイにセンサーついとるそうそうそうもうでかいからですよねトナカイの鼻がセンサーそうそうそうファイテクそう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 まあそれぐらい、うん、サンタって、うん、夢があるもちろん、うん、そうで、うん、何が欲しいかっていう、うん、どうするのサンタそれは家族は、うん、家族でしょ、うんねうん、ディズニーランドは、うんまあ、プレゼントではない、うんうん、ではないですサンタに何を、うん、望むか、うんうん、私は結婚させてほしいおー来た来たよ要するに旦那さん、うん、旦那さん欲しい旦那をくださいって変えたらくれるんですよ。いやくれると思うよ。あの等身大の靴下用意してない。起きてでもあの折ってもびっくりしますけどね。あの T.M. の西川くんぐらいやったら、うんうん、ちょっとちっちゃめでもね。ぶっちゃけ私よりちっちゃいと思うんで。160センチだった。60センチぐらいだと思うんで。5000円でいいですって書いてかん。いやーねえぶっちゃけねえそこのあたりは。うん私もまあ27歳なんで、うん、いろいろ考えますよなるほど、ね、将来のことは、ね、結婚な、うんうん、でもサンタにもらった旦那でいいのか、うん、どういう旦那がサンタチョイスの旦那一体どんなサンタチョイスの旦那みたいなサンタはこれがいいと思って持ってきたんか知らんけど、うん、でこんな人こんな人って書いとけばいいあリストにちゃんと、うん、あ条件を書いておきたいんですか1西川貴彦高典、うんうん、ではなくていいではなくていいんですけどではなくていい、うん、まさかのサンタが自ら離婚しこうやって自分が入ってるいいんかな、うんうん、そろ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 介護の心配もしてきたんで、うん、俺でよかったら俺でよかった老後の心配があるからみたいなその後引き継がないかな、うん、あ私が、うん、そうそうもう全世界にプレゼントを配るあそれ辛いですね結構責任重大ですもんねもうあれよもう、うん、その後彼氏もできんかったら、うん、ディズニーランド行くより辛い仕事が、うん、もう本当に辛いですよねクリスマスに仕事っていう、ね、絶対仕事、うん、あの北村健二さんが入って手挙げてくれてますねさすがありがとうございますそうそうそうありがとうございます小田野さんも何が欲しいんですか、うん、僕ねなんでしょうね男の子になるセットとか、うん、いいかもわからないですね興味あるんですか興味ありますね、うん、あやっぱりそうなんですね、うんうんうん、そうそう、うんうん、いやこれ、ね、まあもう僕ぐらいの年になる前にこれが流行っとって、うん、でまあ自分で写真もやってるじゃないですか、うんでもっと細かった前の時代あのね、うん、前のプリクラ見せたやつ、うん、あれぐらいの時だってやってみたかったですね変身願望はやっぱ誰しもあるんですよねあるね確かにそうそうそうこんな俺がこんなになるよって言ったら、うん、もっとなんかこう依頼も増えそうや、うん、そういうことね仕事のね仕事の依頼も増えるからなるほど変身グッズ欲しいななるほど ね、 変身グッズね女の子になれるという、うんうん、それいいねいいと思います、うん時々ね時々なれたらいい、ねうん、あ女の子になってしまう魔法の杖とかでもいいから、ね、ああ、魔法の杖魔法の杖それだけど元に戻らなかったらどうすんのいや戻らなくてもいいんですけどいいとにかくゲロッパさんを相当僕はたぶらかす超美少女になってなってなるほどなるほど、なるほど。どこまで杖引っかかる一番簡単かもしれない、うんうん
それかな。なるほどね。チャビンさんのもう大体欲しいもんもうないでしょ、もう手に入れ尽くしたんじゃない。何なん、そんなことない、そんなことない。僕はまだまだ欲しいもんいっぱいある。F35 も買ったんですか。35今も揉めとるんよ、ね、揉めとるんすか。、うん、僕小田蔵さんと結婚したいかな。止めんけど、まあ、まあ、止めろよ。メンバーの半数以上がゲイって言わせる。そういや黒いの着てるし。そんな中にいる私って何なんて話ですけど。だから格付けやったら結構ね、マス俺に負けるかもしれない。負けるでしょうね、ピストメンバーの中で。いや負けるでしょう、勝てる気しないですもん。思いっきり付加価値はつけてこんとか。そうでしょ、最低浮き輪と水着。もう着ないんですったら封印したんですから。浮き輪必須だね。必須だね。もう今日なんかオープニングでみんな浮き輪して出てこいって言ったよ、ね、その話してたんだけど、浮き輪売り切れてたんだよね。この時期だから。そうそう、前の日にそんな話しとるけどね。そう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 、オープニングみんな浮き輪とか浮き輪しようやみたいな。仕事中なのにさ、俺何をしてるんだよ。そういう話してる。本当ね。なるほどね。魔法の杖欲しいな。魔法の杖、何に変身する。私ですか、うん、何でもなれるとしたら、うんうん、そうだな、そうですね、なれるとしたらでもやっぱ男の子にはちょっとなってみたいなっていうのはあります、ね、男の、うんうん、身の回りの男の子、私兄弟でも女ばっかりなんで、あんまり周りに、身の回りに直近ではいないんですよ、ね、だからどういう風な生活をしてるのかっていうのをちょっと体験はしてみたいと思います。たぶらかしまくる。どうやって女の子を傷つけるのか分からんけど、 男心が分かったら自分もちょっと気をつけるようになるかなと。じゃあおしっこの仕方はいっちゃんさんに聞いたらいい。なんで俺なですね。 TL、はい、正しい、うん、ゴンさん、佐藤蛾次郎かと思ったっていうのは、これは誰のことを言うんでしょうかね。わかんない。佐藤蛾次郎。佐藤蛾次郎。僕か。佐藤浩市のね。まあ、なるほどね。なるほどね。佐藤浩市からね。はいはいはい。佐藤蛾次郎にはならんでしょう。うん、こんなひげの人、うん、戦闘機に乗りたい。チャビンさん、よろしくお願いしますっていうのは、どういうことなんでしょうかね。うん、戦闘機に乗りたい。乗りたい。うん。うん、そう、誰これは。あ、ウオさん。ウオちゃん、ウオちゃん、うん、戦闘機乗りたい、乗りたいか、うん、それがお願い事なのかな、うんうん、納品待ちですからね今、まあね、総延ケイトさん、フィンランドのサンタさん宛てにはエアメールが送れるんだ。おー、オーストラリアのサンタさんは赤道あたりでトナカイ乗り捨てて白いカンガルーを6匹でやってくるんだって。マジっすか。それあったんだ、テレビで言ってた。カンガルーなんや。あ、そうか、夏、向こうは夏なのかな。そう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 、うんうん、なるほどね。あのサンタさんがサーフボード乗ってくるんですよね。ああ、そうそうそうですよね、うんうんうん、新高津さん、うん、あのクリスマスに松山に来たら、うん、あのデートぐらいしてあげたらいいんじゃない、うん、あ、私と、うん、新高津さんやないわ、うん、あ、北村さん、北村さん、北村健二さん、新高津さん呼ばれっぱなし。呼ばれただけ。やらずぼったくり。あんなに悩んでたんだからいいじゃないですか。新高さんも入れましょう。やらずぼったくりって。釣りだけ。北村さんね、どうなんでしょうか、うん、もし来ていただけるんやったら、うん、考えなくはないかも。考えなくはない。さすがマス、おっと、さすがマス、つるね、なくはない、つるつる、もう、さすが。ただでもカレーは自分は私食べれないですけど。今あの今日カレーやめてもらう。もう全然カレーは食べる気ゼロ。全然カレーは食べる気ないですから。カレーと勝負しとるマス、いいね。マスもやらずぼったくりやね。やらずぼったく。カレー相手にね。取れたやん。あ、そうだ、笑いすぎよ。あの今日はお悩み相談、お悩み相談ね、あのもうちょっとたまってから、ちょっとためときましょうね、ためてからます、ちょ、1通しかなかったんで、そう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 。また後ほど、後ほどね、おいおいと、ね、うん、
そうですね、うん、F35 よろしく、うんうん、35ね、北村健二さん、12月後半は忙しくて行けないんですよ。あらら、そんなこと言っちゃう、そんなこと言っちゃダメだよね。カレーに負けた、私がカレーに負けたってことですか。カレーに負けた、うわ、それも辛いですね。いつ12月後半、後半、忙しくて行けない。じゃあ28日も来れないの。まあ、28も来れない。あらららら ら残念、残念、残念やね。うん、とんでもないことが起こるかもしれないよね。ね。とんでもないことがね。カレーは俺が全部食う。まあでもね、みんな来てくれたらいいのね。うん、そうですね、うんうん。せっかくだから。そうそう。うん、カレーは食べる気しないっていうのが受けてますよ。この子あれです、私がさっき言った子、あの美少、あのガールズレボリューションの子で、あのアコキャッツさん、カレーは食べる気しない、面白いって言ってたのは、あの私があのリーダーしているガールズレボリューションのメンバーの女の子なんですけど、まあ、このピーストをちゃんと見てくれてて、なるほど、で、あのあっこちゃん、あのおじさんたち、うん、めちゃくちゃ面白いですよね、うん、この間、まあゲイは面白いですよ。ゲイはね、トークの方はまあまあいけちゃう、その人たちすごいですよねみたいな、すごい言ってくれてて、そうすごい10代の子にも受けてますよ、皆さん自信を持って。なんでカレーは嫌いなの。カレーが嫌いなんじゃないです、うん、大好きです。ただ強制をしてるので、うんうんうん、カレーが食べられないんです。あの色素沈着しちゃうんですよ。なるほど、真っ黄色になっちゃうから、うんうん、2年間ぐらいは食べん方がいいかなと思って、うんうん、それで食べないように一応してるんですけど、うんうんうん、いいや、もうカレーいっぱい つけてここ。カレー王女、カレー王女。カレー王女なんかね、全然その称号いらないんですけど。その称号いらない。カレー王女いいね。カレー王女。あれよ、あの、うん、王子に宣戦布告や、もうこうなったら、うん、こうなったら、うん、もう来てくれんのやから、あ、来てくれんのやったらもうカレーに、カレーの座を奪え、奪え、本当にカレー王女で、うん、コスモカレーも出そう、もうロープウェイ以外そこらも出そう、それで出すコスモカレーね、すぐそこ出そう、もういいね、カレー王子とは呼ばせないぞ。いやー、もう本当にね、カレーがね、好きなんですけどね、なかなかね、好きやけど食べれんっていうね、白いカレー作ったらいいやん。ありますか、白いカレーなんて。ないと思うけど。グリーンカレーが白っぽい。いや、白いカレーあるんですよ。あるのはあるの。適当なこと。もういいねが剥がれまくって、もうわけのわからんことになってます。カレー、白いカレー作れんかな。いや、あるんですよ。あるめちゃめちゃなってますけど。あのターメリック。あるかないかで言ったら本当にあります。あるんだ。ターメリック使わずに、ね、そんなマジレスしてどうする。牛乳入れてね。いや、本当にあるんだ。あるの。あるのはあるんです。そうそう。カレーの女王やから、うん、もうカレー味のガムとかも全部作るんよ。作れるカレー味のガム。なるほど。でも本当ね、北村健二さんみたいに本当に毎日カレー食べてるのって、うん、私なんかびっくりするんですけど、うん、すごいですよね、うんうん、信じられない。彼はでもね、ご飯食べてないですよね。カレーは食べてるけど、ルーばっかり、ルーだけ、あ、食べてないの、ご飯、ご飯食べてない。カレーってね、ものすごい殺菌効果があるらしいね。あ、そうなんですね、うんうん、なんかね、あの便器にブワーって塗ったら、うん、全部菌がなくなるらしい。なんかもう嘘言うたいか、まあまあ、聞いたことないの。嘘やろ。適当なこと言ったでしょ。絶対適当でしょ。いや、今のはまずいね。騙されないし。いや、今のはね、あのやらずぼったくりよりひどいよ。何でもかんでも。そうそう。しかもカレーの話の後に便器ってね。もう本当にね、困る。そんなこんなで、そんなこんなで、あの、楽しいクリスマスを、はい、皆さんね、お過ごしください。お過ごしいただけたらと思います。はい、はい、うん、まあ僕らのこの絵面も殺菌効果あると思う、ね、確かに、うん、いや集荷灯かもしれない。ジェットストリームアタックもできますからね。黒い三連星、はい。
ということで、はいはい、めっちゃ面白いおじさんたちをそろそろ履けたいと思います、はい、はい、次行きましょう、お願いします、はい、次行きましょう。トランスポーター、トランスポーターアニバーサリー5000円言いたいだけでしょあ、でもやっぱホワイトカレーありますよって結構皆さんねおっしゃってますね。はい、We will start soon。Let's get ready to listen. Well now, the Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now, the Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen.Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now.The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV.We will start soon. はい、はい、再開しましたね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、はい、おなじみのちびこさんと、おゆきさんですね、来ていただきました。はい、はい、パチ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 。ありがとうございます。いつも持ってきていただける、美味しいものを持ってきていただけるお二人です。はい。ね、食べましたよ、ちゃんぽん、この間。ありがとうございます。寒かったんでね、美味しかったです。ありがとうございます。美味しかったですね、あれね。簡単やったもんね。でね、俺一つ食べて、で、冷蔵庫入れて置いとったんですよ。うん、だ作るの簡単やのやから、うちの高校生の息子が蜜全部食いやがって、うん、食べ盛りやからね。そう、食べようと思って置いとったのに、うん、全然食べてえともなんとも一言も言うてないのに、なんやこれ、水だけでできるやないかと。そう、うん、ねえ、びっくりしたわ。めっちゃいい、羨ましい。いいわ、もう一個発注せないか。はい、はい、お願いします。はい、ということで今週も美味しいものをね、はい、ちびこ店長とおゆきさんに紹介していただきたいと思います。はい、お願いします。はい、今週は何でしょうかね。はい、今週はこちら、うん、おい、はい、柿です。柿、はい、柿まあ柿ですな、はい、実は2種類の柿がここに。あ、これ、あ、ほんまやね、あるんですけど。はいはいはい、わかるから、見えるかな、見えるかな。これがちょっとちょっと形がね、これとこれね、はい、これね、形が、うんうん、丸いっぽい方が横の柿。そうそうそう、横の、こっちが横の柿、横の柿、うん、で縦長いのがアタゴ柿。アタゴ柿ね、はい、横長が横の柿、縦長がアタゴ柿。アタゴ柿ですね、はい、2種類の柿を持ってきました。はい、柿、はい、うん、
これは西条市の丹原町の滝で採れた栗なんですけど、この間のキウイも西条だったかな。そうですね、西条。西条なかなかあれですね、美味しいものがいっぱいありますね。そうですね。まあ、実は知られてないかもしれないんですけど、西条っていうと日本、柿の生産量が日本一。あ、そう。はい。で、そうなんだ。はい。で、その中でも、まあ、叩きでできた柿は、うん、まあ、滝ブランドとしてすごい特に美味しいっていう、有名で、うん、これも滝ブランドの滝叩き、叩き、田んぼの田に滝、山水の滝で叩きですね。はい、滝ブランドの柿を。これはじゃあ国内でも有数のブランド柿ということですか。そうですね。はい、おお、全然知らんかったですよね。みかんばっかりが結構知らなくて、実は柿、愛媛美味しいもんいっぱいありますな。そうですね。はあ、はあ、これ両方とも叩きで取れるんですか。そうです、そのあたご柿と横、はいはい、両方とも横の柿、横の柿も、はい、ほうほうほう、柿さんで、ええ、はい、で、はい、試食していただこうと。そうそうそう、はい、これのこれが楽しみで僕は番組をやっておりますから、はい、切ってまいりました。ありがとうございます。はい、叩き、あ、ね、まあ形がそれぞれ、ね、はい、それぞれ、ね、マスさんが持たれてるのがアタゴガキ、アタゴガキ、僕が持ってるの、マスさんが持たれてるのが横のガキ、横のガキですね。はい、食べてもらって、はい、どっちも甘いの？もちろん。大丈夫？マス、うん、マスちょっと顔腫れてますからね。うん。おいしい。おいしい。なんかこの歯ごたえもちゃんとあって、うん、すごく私好きな牡蠣ですね。おうほうほう。ちょっとブニャッとしてるよりかはこれぐらい歯ごたえがある方が、あたこ牡蠣の特徴が、うん、あのカリっていう、うん、あの牡蠣、すごいおいしいです。おう、はい、うん、うん、うん、うまそうだね。じゃあ俺ちょっと食べてみようかな、こっち横のガキ、横のガキね。うん、これはまたとろっとして、はい、横のガキはちょっと柔らかくて、うん、柔らかくてね、うん、とろっとして美味しい。とろっとというか、はい、まああのとろっというか、そんなボワッとはしてないんですけど、しっかりはしてるけど甘くてね、柔らかい、美味しいですね。甘くて美味しい、うん、美味しい。ちょっとトレード、トレード、うん、え、何が生産量、アタゴガキ生産量世界一、世界一、すごいね。もう日本一どころの話じゃないちごですな。ああ、本当だ、これはパリッとしてるね。うん、本当だ、本当だ、うん、あ、美味しい。全然違う評価ですね。これ多分好みは分かれると思いますね。うん、そうだね、うん。これ俺どっちも好きだな。うん、美味しい。この間聞いたんですけど、うん、横の牡蠣すごい熟して柔らかくなりすぎた場合には、うん、なんか冷凍庫で保存しておいて、うん、でシャーベット状で食べてもまた違った、うん、あれで美味しいっていうのを聞いて、ちょっと冷凍ね、びっくりして、ね、はい、やってみようと思ってるんですけど。ああ、なるほど。うん、でもちゃんぽんも容器入っとったらなかなか入るところがないかもね。ああ、いや、美味しい美味しい、うん、これでも、美味しいです。柿なんか久しぶりに食べたな。でも、うん、糖度がだいたい14から16ですか、ね。あ、そう、あ、まあ、すっごい高いですね。じゃあ甘いね、はい、うん、いや、これはびっくりです。柿久しぶりに食べましたけど、僕柿ちょっと渋い感じがね、うん、僕らぐらいの年代だとあって、昔の柿って渋かったんですよ。渋みは実際ないですね、やっぱりね。美味しい、うん、ちゃんと渋抜きをした状態 で、ね、届きますので、うん、届いたらもうすぐ切って食べていただけるので、渋抜きの手間とかも一切ないということですね。はい、うん、いや、これは美味しいな。美味しい、うん、世界一の生産量だそうですよ。うちの父とかはね、柿が果物の王様だっていうぐらい大好きなんですよ。うん、やっぱ好きな人はね、食べていただきたいです。あたご柿、横の柿、そう、僕も愛媛来てみかんばっかり食べてるから、そういや柿食べてなかったな。うん、美味しい、うん、この間、うん、行ってきたんです。つい行ってきた、昨日、おとといですかね、昨日かに、うん、西条市丹原町のたたきに行って、あ、たたきに行ってきた、はい、行ってきました。ちょっと待ってよ、はい、カメラが来るかな、うん、取材に行ってまいりました。取材に行ってきました。これはその生産者の方ですか。生産者の方、うん、はい、じゃん、じゃん、
柿直売します。本当や、非常にいっぱい今日出荷する柿が並んでますね。箱が積んであるで、ちょっとあれ社長あれ腕あれ腕を組んじゃってますが、そこはまあ流して、うん、はい、はい、あーおるおる本当だ、うん、はい、ちびこさんが、はい、行ってまいりました、はい、あらうん、であのこの組合長さんですね、うん、組合長さん、はいはい、叩きの柿出荷組合の、はい、組合長さ ん, 組合長さんどうもどうも美濃加でございますどうもどうもって言うても写真はい、はいはい、なるほどね、はあ、素晴らしいですね、うん、これは何をまたいろいろ仕込んできますな、うん、はい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 、はいはい、ということで、うん、これはね、はっちゃけてますなすいません、これちびこさんこれにカゴつけていろんなとこ行きたいとかってやるじゃない理由をね、わざとあの最上、うん、今度最上行きたいからあそこの柿にしようかとか行きたいところで決めてるとかそんなことない。いやちゃんと今のこの時期に旬なものをね、あのそうだよね、特権よね、特権権力はちゃんと使わんとね、うん、はいはい、すごい気さくな、いやでもこれね美味しい、まあ冬のね果物といえば柿はね、うん、うん、あの欠かせないというか、そうですね、うん、これあのいいんですよね、よあの飲んだ後とかもにもいいんですよね、確かね、そう言われますね、うん、そうそうそう、はい、うん、食べたくなるの柿、うん、昔は居酒屋さんとかでも出されてたみたいなんですけど、あのそう昔スナックのね、あ、なんかおつまみみたいなフルーツで出てきました、うん、スナックやってフルはい、らしいです、何ですか、はい、ビタミン C などが栄養が豊富で風邪予防に効果があります、二、うん、日酔いにもよく、あ、本当だ本当だ、居酒屋でもよく出されて、あ、本当だ本当だ、その通りですね、干し柿も好きなんですけどね、美味しいですよね、本当、うん、ジューシーでしたね、うん、今の時期最高ですよ、チャミさんも、うん、ぜひ、うん、ということで、じゃあこの柿なんですけど、はい、これ、この形であれですか、販売されてるの、そうです、別々で売ってるんですけど、別々ですよね、はい、あたご柿が、5キロ、5キロ、うん、18個入りで約5キロなんですけど、うん、2100円の方か、2100円、うん、で横の柿も同じく5キロ で, キロで、2300何個ぐらい入ってるんですかね、出てます、横のが18個かな、18個、はい、ほうほうほう、両方とも18個、あ、18個ぐらい入ってるんですか、で、はい、結構入ってますね、じゃあいっぱい入ってたっぷり、うん、はい、で販売してますので、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、これはねいいですね、まあ喜んでいただけますね、お正月の食卓にはぜひって感じですね、そうですね、ぜひぜひ、もらうためにちょっとおさらいを、うん、はい、この、はい、縦長いのが、うん、はい、あたご柿です、はい、うん、はい、こちらが横の柿です、え、ちょっと待ってよ、うん、はい、抜いてないね、はい、横の柿、縦のが、はい、あたご柿ね、はい、これが横の柿、うん、はい、その横の柿です、うん、今日も来ました。来ましたか。仕込んできましたか。はい、ね。ダンボールをね。ね。切り抜いた感じですね。はい、これはあのアタゴガキの方です。アタゴガキの方。はい、これアタゴガキの方。うん。はい、ということでね。はい、まあ、どなたかはまあ分かったと思います。頭にいつも貼っていらっしゃるあの方ですね。そうですそうです。はい。あのあれは売ってません。はい、ということでじゃあこれをですね。皆さん、またですねサイトの方、画面をですねまた、ご覧になってですね、うん、もうトップ画面松山インフォショップさんのトップ画面の上の方に紹介されてますね、はい、生産量日本一あたご柿ということで、はい、出ておりますのでこちらの方からお申し込みいただけると、はい、いうことですね、今が旬ですよね、そうですね、はい、うん、まあ大体年末ぐらいまで、そうですね、旬でいうとね今が一番おいしい時ですので、はい、ぜひ皆さん、贈り物にですね愛媛のおいしい柿を、はい、お送りいただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、で、はい、で忘れてないではい、はい、プレゼントの方なんです、あ、やった、ありがとうございます、はいはい、はい、本日もご用意しております、はい、はいはい、あたご柿を、はい、1箱1名様に、はい、プレゼントします、はい、あたご柿を1箱5キロ1名様ですかね、はい、はい、にプレゼントいたしますよ、はい、はい、ということでじゃあ今日もですねもう毎回人気でね来るんですよ、この間ちゃんぽんもよく聞き取ったんですけど皆さんあの競争率高いですからね、はい、あのしっかりね、ぜひぜひ、あのもうあのピースト競争率低いとか言ったらもう過去の話ですから、うん、そうですね、今もうあんまり当たりません、いつまでもそうではないと、いつまでも君たちそうだと思うなよ、うんうん、ということで今からですね、受付をしたいと思います、松山インフォショップさんのですね、あたご柿
プレゼント希望、要は、まあ、書きプレゼント希望、はい、で、結構でございますので、ツイートの方またあのフォームの方ですね、これはエゴさんの方から送ってくれるかな URL をね、応募フォームまたは、ツイートの方でですね、プレゼント希望ということでご応募お願いいたします。はい、はい、お願いします。もう今日で多分ね、いっぱいになると思いますから、今日中受け付けますので、今日12時まで受け付けますので、ぜひこの番組今すぐご応募ください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、エゴさんとルキさんでした。次週はちょっとお休みになるのかな。お休みというか次週はピーストナイトなんで、プレゼントのコーナーはちょっとお休みになると思いますので、はい、その次にまたプレゼントが出てくる、まあ、あの来てくださいね、ピーストナイトもね。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、エゴさんとルキさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということでですね、うん、じゃあ、あとはこれで、今日はね、告知とかちょっとお話がいろいろあるので、はい、後ろの方を厚く取ってあるんですが、はい、ちょっと先ほどのですね、はい、美少女図鑑の方で、実際の本をね、お見せするのをちょっと、うん、あのお預かりしてなかったんで、うんうん、こちらがね、あのまだ、本出てないんですけど、今度の美少女図鑑の、うん、23日ですね、うん、この表紙で出る、うん、先ほどの、どなたかですね、かすみちゃん、さっきのかすみちゃん、うん、ちょっとね大人っぽい感じで写真では、うん、素敵ですね、すごい美少女ですね、うん、で、これが表表紙で、うん、裏はこんな感じで、これもかすみちゃんですね、うん、可愛いですね、ね、うん、大人っぽくなりますね、やっぱりね、すごいね、女性ってね、うん、はい、こちらの方がその今度発売の、うん、発行の、美少女図鑑ということですね、はい、でこれ過去の、こういう感じで美少女図鑑こういう形の半径で、はい、出てますので皆さんご覧くださいね。多分これに今数が載ってるのかな、そうですね。ちょっと待って、ちょっとこれもね、これもねっていうのもあれだ、どれ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 、これあの私たちの会は私服やったんです。で自分のヘアメイクで私服の会じゃーん、これですね。あ、ちょっと僕の手が邪魔してますね、うんうん、そうです。これ実は私ですね、はい、こんな感じで鏡に向かって、そうです、ほう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 、好きなところで撮影させてもらったんで、自分の好きな行きつけの雑貨屋さんで撮影してもらったんです。あ、なるほど、うん、可愛く撮れてますね。ありがとうございます。さっきのサイトの写真とはちょっと違う、あれはねこれはねプロの方がやっぱ、ね、撮っていただいたんでね、はい、ということで、はい、こういう感じでね、はい、まっすぐ可愛く撮れますね。はい、美少女図鑑の方よろしくお願いします。はい、はい、ということでした。はい、じゃああとですね、告知とかプレゼントの当選者とかね、はい、まずやっていこうかな、うん、先週のプレゼントの発表からやっていきましょうか、はい、どなたかもう入っていただいてあれですかね、みんなで進めていきますか。じゃあ、はい、はい、どうぞどうぞ、皆さんも、入っていただいて、親父メンズも、はい、ツイッターがうまく、ツイッターツイートの方も入ってきてるかな。そうなんですけど、なんか更新されなくて、更新されない、うん、更新されないツイートが、はい、あれちょっと待ってくださいね。じゃあこっちでちょっとツイッターの方読んでみましょうか。はい、はい、はいはいはい、じゃあちょっとツイートを読んでいきましょうか。そう、さっき H 漁業さんが28日はい来て飲み倒そうかなみたいなこと書いてあったんで、ぜひ来ていただいてですね。ほう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 、うおちゃんがね、うん、うおちゃんが、はい、あたごがきはうおちゃんに電話いただけただけでも買えます。あ、そうそうそう、うおちゃんさん、あの西条の、グリーンツーリズム協会かな、そうですね、はい、いろいろあのそういう活動、西条市の、農作物であったりとかね、そうそう、地産地消もね、そうそうそう、活動にあの関わってらっしゃるので、うおちゃんのエッチ漁業さんですかね、そうそうそう、があの TL で教えていただくといろいろ教えていただけるかもですね。北村健二さん、5キロの柿を一気に食べてしまったら5キロ太ってしまうではないか。そらそうだ、あなた計算さすがですね、うん、一気に食べたら5キロ太りますね、うん、はい、ゆうこみよさん、当ててみせます。当ててください、うん、あ、当ててください、ぜひ当てて、はい、うん、チャレンジャーですね、はい、ゴンさん、ウオちゃんに電話するとタダで送ってくれる。あ、そうなんですか、情報、耳寄りな情報聞きましたね。そんなん言うと大変かもしれんね、それはもうウオちゃんと対応しますね、もしれません、営業妨害。はい、ですね、ギョウちゃん、タダではないけど得点あるかもしれないよっていうことですね。
アバルさん、かすみちゃんが表紙だよということでね、かすみちゃん、はい、美少年図鑑はいつ出るんですか小田蔵先生ということで、神戸マックスさん小田蔵先生に美少年図鑑のオーダー出ておりますね、はい、ノミネートしてます北村健二さん、美おっさん図鑑そろそろ出ます美おっさん図鑑美おっさんってどうなんですかね、 美になるのかな、美じゃないでしょ、微妙の美になる、微妙なおっさん微妙の美になるだろうね、微妙なおっさんいっぱいいますけどね、ここら辺にも、うん、そうですね、アッコキャッツさん、うん、美少女、うん、美少女、うん、美少女って自分は違うんかいっていう話やけどこの子もそうですよ、ねね、はい、はいはい、おじさんだよほらほら、はいはい、ということですかね、ぜひスタジオでお待ちしております、はい、スタジオでね、うん、はい、ということで、プレゼントをね、前回の発表をじゃあやっていきましょうかね、はい、はい、今回のプレゼントはまっすー何でしたっけ、うん、はい、まずバリーさんストラップを2名様に、はい、あ、バリーさんのストラップね、これ、はい、いっちゃんさんが自腹で提供してくれたバリーさんのストラップですね、ネタバレですね、うんうん、そうですね、はい、そうそうそう、そうですね、はい、はい、ディレイで来てますよ、はい、ディレイで来てますからね、はい、もうそのままちょっともうピッて抜いてからやりますねで、じゃあ早速抽選をしていきますので、はい、まっすーにじゃあやってもらおうかな、はい、わかりました、はい、ではいきます、じゃあいきます、スタート、うん、ドゥル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 、ストップ、はい、キャンメパパさん、ありがとうございます。キャンメパパさんは県外の方かな、全部出るよね、ループですねこれ、ガーって来よったあ、こっちだ、はい、これでいけるかな、もう一回もう一回、今の聞こえたかな、キャンビーパパさんね、うん、1人目、はい、キャンビーパパさん、うん、はい、じゃあ行きますよ、はい、はい、はい、じゃあ次、お二人目、はい、二人目、マス言っていいですか、はい、はい、スタート、あ、間違った、ストップイリちゃん、イリちゃん、グズグズはい、イリちゃんさん、イリちゃんさんおめでとうございます、はい、おめでとうございます、何に行って何していいか分かんない、キャンペパパさん、キャンペパパさんとイリちゃんさんね、イリちゃんさんね、はい、うん、ありがとう、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、次が、松山インフォショップさんより、はい、うん、ご提供いただきました八幡浜ちゃんぽん2食セット、これじゃあ3名様にプレゼントです、はい、プレゼントですね、はい、はい、だいぶこれは応募がありましたね、うん、はい、20名の応募がありました、すごい、20名の中から、3名様が当たります、で先ほどバリーさんストラップが当たった方は、ちなみにここで当選、まあ、重複で応募されてる方、たた、はい、あの次の方に、権利をお渡ししますので、じゃあ次はいっちゃんさんにお願いしましょうかね、はい、はい、ストップお願いしますね、はい、はい、ストップ、あ、有効0220さんね、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、はい、じゃあ次チャビンさん、スタートストップお願いします、はい、スタート、ストップ、桃次郎さん、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、じゃあ最後私行きましょうかね、はい、はい、じゃあスタート、ストップ、しまなみ海道さん、なんか初見か、すごい名前ですね、すごい名前ですね、そのものやないですかと、あのネーミングライスとか大丈夫ですか、使ってもはい、ということで、はい、八幡浜ちゃん、八幡浜ちゃん、八幡浜ちゃん、うん、2食セット3名様は有効0220さん、はい、桃次郎さんですね、しまなみ海道さんの、はい、3名に、決まりました、おめでとうございます、はい、ということで、じゃあこの、3名の方にはまたですね、うん、ピスト TV の方からあの住所とですね送付先を、うん、お問い合わせしますので、はい、送ってくださいね、はい、はい、お願いいたします、はい、おめでとうございました、はい、はい、ということで、うん、なかなか競争率がねプレゼントの方も激しくなって、ね、上がってきてね、上がってきてます、今ハゲ言ったでしょ激しくなってます、はい、これいいですよね、年末ね、ちょっとこう、あ、年末じゃない、お正月とかね、はい、おせちに飽きた頃にこう、あー、まあ、いいですね、作るもめんどくさいしなみたいな時とか、めんどくさい、そうそうそう、うん、ね、
はい、めちゃめちゃ美味しかったですね。はい、はい、ということです。で、次なんですけど、告知がですね、いくつかありまして、で、今回草の上の雲の、スペシャルドラマ館の放送をさせていただいたんですけど、プロモーションのお手伝いをさせていただいてまして、で、12月の4日からね、第3部が、放送をスタートしました、で、ドラマ館の模様を我々ピースト TV で、前々回ですね、おおピン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 ってなってますね、お送りいたしました。なんかやっちゃいますよねゲロンパさんね。そうそうそう、生放送ですからね、そうで、うちのアーカイブの方もね、だいぶ見ていただいてましたね、そうですね、そうそうそう、もうあの1000視聴数が、アーカイブが1000いってます、視聴数が1000超えて、だから当日の視聴も100ぐらい多分あるので、合わせるとねすごい、数になってきてます。すごい、やっぱりね、皆さん見ていただいておさらいしていただきながら、ね、また3部ね、だいぶあの激動でいきなりね203コーチ陥落しましたね、陥落しましたからね、いきなりもう陥落しましたね、早いですね、もう日露戦争のあれですね、決着ももうすぐですね。次はゲロッパさんが700回ぐらい見てるとかいうことないんですか。いやあれね、そのうちのね、あれなかなかそういう風にはカウントされないんで。いや試しては見たんですけど。やってんじゃん。いや、まあやってはないですよ、もちろんやってはないんですけど、なんかねちゃんとやっぱり一定の視聴時間をかけて見ていただく、でしかも連続でこうアクセスしても増えませんので、結構ちゃんとしたじゃん、そうそう、ユーシストリームさんの方がしっかりとちゃんとあの集計されてますのでね、やっぱりねご興味のられる方が多いということですね。次はバルチック艦隊をね、バルチック艦隊撃破する、撃破しますよね、サネユキが、ということで、まあ、あのそちらの方もぜひご覧ください、はい、はい、ドラマ館の方にもねぜひ足を運んでいただきたいと思います、なんで、こんなに宣伝するかというと、僕ら隣がですね、そのドラマ館なんで、そうですね、あのお隣さんなんです、すぐ隣が、はい、すぐ隣で、ここちょっとね暗いんです、横暗い、マスの横暗くなってるんですけど、ここがもう実はそのお世話で壁なんですね、ドラマ館の、でこれ1月末までらしいですから、ドラマ館なくなるんです、なくなるんですよ、で撤去されるんで早く来てくださいね、はい、でここなくなったらここバーンと開くらしいんで、なんか公開放送でもやりますか。すごい、ここから観覧ができるってことですか、こっちから見ていただける、すごい、パンダ状態ですか、パンダ、そうですジャイアントパンダになりますか、偽パンダに、なるほど、松山にパンダ来たとか、来たそう、しかももう塗ってあるだけ、かぶってもない自分に、そうそうそう、マスパンダ、あ、確かにマスパンダ一日中これ刺さってもう全員パンダになったね。全員パンダ。面とこパックルになってね。はい。そうなんだ。はい。でね、来週なんですけど、28日が放送日になるんですが、まあこれも年末のギリギリですね。再来週ごめんなさい。次回ね。再来週の放送なんですが、ピースト TV の大忘年会ということで、ピーストナイトと銘打ちまして、公開放送をディーバさんの方で、やらせていただくことにいたします、はい、でこれ去年もですね、最後公開放送ということでね、やったり、まあ、あの今年は、震災のチャリティーということで、ディーバさんでも一回、やりました、はい、ということでおなじみのディーバでのそのピースト TV のピーストナイトということで、28日はやらせていただきます、久々のパーリーナイトですね、楽しパーリーナイトです、パーリーこれはもう楽しくね、みんなであの騒ぎながら、今年1年ピーストありがとうございましたと、いうような会にしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんあの参加していただいて、はい、ね、一緒にあの、まあ、視聴者なくてもいいですから来ていただいたら、はい、というわけでもいかない、まあ、来れない方もいらっしゃいますから、あの、やりたいと思います、で、内容はですね、ピーストのホームページの方にですね、トップにあのリンクをつけてまして、ピーストナイトのご案内ということで、そちらの方をご覧ください、または、Facebook の、ピースト TV の Facebook ページの方にもですね、イベント情報ということで、公開しております、8時からイベント始まりまして、放送は8時半からなんですけど、ちょっとだから放送はいつもより30分ぐらい遅れます、で、12時まで、12時まで、4時間4時間、4時間、鍋のコースプラス飲み放題、飲み放題、多分歌い放題わーい、いうことですので、8時スタートの8時半放送スタートっていうことはこう上げ上げで上げ上げで何が起こるかわからないパターンです、酔っ払った頃にスタート、完全にねいい感じの時にスタートいい感じの時、そうです、上げぽよで、上げぽよで、もう皆さんええ感じで、お酔っ払いになられたぐらいでもう放送終わりますので、僕らもうガンガン飲みますから10時ぐらいに放送終わって、
それから12時まで、まあ、もうパーティーというような形になります。で、まあ、長時間なんで途中から入っていただいても OK ですが、うんうん、最初の鍋コースからですね、お食事いただく方は4500円の会費で、お申し込みいただくようになっていますので、うん、まあ、4時間飲み放題で、うん、プラス鍋のコースもついて、うん、で4500円ですか。これまあお得ですね。そうですね、うん、どういうことです、はい、で4500円のパーリーナイト。そうそうそうであとですね、ピーストの方では、うん、去年最終の回にやったんですけど、うん、ピーストアワード、うん、アワードね、うん、をやりました。それをね今度ピーストナイトの中でやろうと思います。なるほど。ね、去年はグランプリというかね MVP にアバルトさんが、アバルトさんね、うん、まあ、去年はピースト TV が始まった記念の年でございますが、うん、あと誰でしたっけね。ね、あとピーストというかツイッターを一番使ってた、つぶやいた人でロミーさん、ロミーさん、うん、それとあと、ピースト TV を一番ご覧いただいたというか、うん、コメントいただいたのが、うん、チャミさん、チャミさんね、チャミさんかな。で、あとはコビちゃんもらってますね。コビちゃんは違うんですか。コビちゃんはね、ピーストのプレゼンターだったん、うん、ツイッターの、流行語大賞。ああ、はい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 、はい、はい、で、カズテルケイさんが、おはいよ、おはいよね、おはいよ、これだったんですけど、これの、まあ、カズテルケイさんが来られなかったので、うん、代理でコビちゃん、もうコビちゃんが受賞したっていうことでもいいんじゃないかって話いや、その辺はね、緩い感じで。そうそうそう、うん、で、あと北村健二さんが、うん、なんだったかなわざわざ東京から来て、東京から来ていただいたんですけど、ね、北村健二さんもアワードだった、ね、うん、アワードですね、ね、ということで、来ていただきましたね、うんうん、で皆さん受賞の方には、うんうん、当日、来ていただいて、うんうん、表彰をしてね、で副賞のプレゼントもあったと、うん、ということでございます。今年のグランプリは誰だ。さて今年は誰だ。今年も同様ですか。そう、まあ、スタッフ、あの人か、あの人じゃない、うん、スタッフに限るっていうことではありませんので、うん、ピーストに関わっていただいた方すべての中から、うん、まあ、MVP というかね、うん、大賞が選ばれます、うん、それと、ね、流行語はやるんだろうか、あるかね、この一言っていうかね、うん、インパクトが強かった、うん、この一言っていうのはいろいろノミネートされてるので、うん、まあ、言葉だけじゃなくて、うん、例えばね、まっすーの浮き輪なんかは多分ノミネートされるんじゃないかな。それはいいでしょう。マスーポーズ、マスーポーズ、マスーポーズは、マスーポーズとかじゃないでしょ、ね、マスーポーズコンテストとか言ってないいね。来年誰が一番マスーポーズあれで撮っていただいたのを、ね、応募していただいて、夏にね、みんなみんな、そう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 、マスーポーズで画像を送ってくれと、自分の中のマスーポーズコンテスト、それはものすごい見たい。これでお手本でやってもらわないかね。お手本も、お手本で、そう、ね、男の子になるね。やっぱセットがいるね。いるそれは見たい。ビキニで、はい、あとカレーの王子から、うん、ここはいい意味で、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 ごめんなさい忘れちゃった。ありましたね、そういうの、はい、今年はチャコリア満もありました、ね、チャコリア満、チャコリア満ありましたね、第一部の後半の方で、そうですね、死にそうなったね。あれは多分あれですね、バレンタインの頃でしょうね。あれは息が止まるかってみんなに殺しそうになりました、危うくね。ということですかね、はい、ということで、やりますので、うん、皆さんぜひお申し込みいただきたいと思います、はい、ホームページの方または、Facebook ページの方で、はい、お申し込みの要領とそのお申し込みのフォーム、うん、これ携帯、ガラケーの方とあと PC の方、うん、またはスマホから、ご応募いただけるようにしておりますので、はい、そちらの方からご応募いただく、はい、であと電話番号とメールアドレス、ディーバさんの電話番号とメールアドレスを書いておりますので、うん、直接申し込んでいただくということになります、うん、まあ、途中から来ていただくのも結構なんですが、はい、鍋のコース、お食事のコースをしていただく場合にはあらかじめ予約をしていただくと、はい、いうことですね、はい、はい、ということでぜひ皆さん4500円ね、12月28日はピストナイトで弾けましょう、はい、よろしくお願いします、はい、待ちしてます、はい、マッスーも来るし、はい、ガールズレボリューションも誰か来てくれんかな、ね、来てくれたらいいね、少女もさすがあ、そうだ、そうそうそう、ショートコントあるの、まなみちゃんとショートコントしようかって言ってて、ね、なんだ可愛いアニメ声でね、突っ込まれたらね、アニメ声のそうそうそう、うん、なるほど、はい、はい、TL の方はそうですね、結構皆さんね行きたいなという方も多いですよ、うんうん、来てくださいよ、うん、ぜひぜひ、はい、はい、レイワークスさん、ほいーっていうのはこれは来るのかい来ないのかい、どっちなんだ今日ねレイワークスさんこればっかしそうなんだ、うん、
なるほどね、うん、北村健二さんプラス5000円でマスを、うん、どういうことでしょうかね、まあ、5000円って決まってますから、うん、ええですよ、ね、なんなんで当日オークションということで、はい、神戸マックスさん楽しそうな、ね、忘年パーティーになりそうですね。神戸マックスさん来てくださいね、ぜひぜひ、うん、僕神戸マックスさん受賞の可能性かなり高いと思う。これで受賞してなかったら大変だ。そんなこと言うそれこそやらずも期待させたまだ分からんですよ、分からんけども受賞の可能性は高いんじゃないかなと思ってるんですけどね、うんうん、過去の実績からいきそうですね。だからそう、小田蔵さんが選ぶ今日一ツイートの今年一ツイートが今年はありますから、今年一ツイートが多分選ばれるので、さて何でしょうと、うん、多分受賞してる中からもちろん選ばれます。当日やっぱりあのリアルツイートでね、リアルツイートで、ね、当日いきなり逆転されたりして、そうそうこれまで積み上げてきたものがあるそう、ありえるありえる、ありえる。受賞のコメントの時のツイートがよくって、やっぱりあったじゃなくて、そう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 プレゼンターの人に、そうですね、その時の空気って変わりますからね。そんなもありにしましょう。そんなもんそんなもんですよ、はい、どんちゃんさん、はい、ゴンさんも行きたいということで、はい、ぜひぜひ。ゴンちゃんさん、ゴンちゃんはもう申し込み、あ、申し込みいただいてます、ね、なるほど、ありがとうございます、うん、はい、どんどん申し込んでくださいね、早めに申し込んでくださいね。いっぱいになる可能性が高いので、うん、そうするとまあ締め切ってしまう可能性も、うん、はい、やっぱりありますので、うん、ぜひぜひ北村健二さんもぜひ来てください、うん、ツッチーさんも来てください、はい、ツッチーさんはぜひ来てくださいよ、ね、呼ばれなくても来るタイプだから、うん、レイワークさんにあり、レイワークさん2人で来てくださいね、奥様とね、はい、はい、ということでございます。楽しみですね、楽しみです、はい、はい、マス初めてだもんね、マス楽しみですもん、はい、うん、何を言った、何なんか今感じなくなる、何言った、あ、よく重要やマッシュマス初めてちょっとね、はい、はい、入ってください、はい、ということで、あと一茶さんの方から告知がありますかね、うん、はい、はい、実はですね、今週の土曜日なんですけども、うん、12月17日ですね、はい、土曜日、南海放送ラジオに、はい、なんといっちゃん出演することになりました、内容はですね、このピースストリート TV のことについて、お話をさせていただくことになりました、番組名がですね、土曜日17日の午後4時から5時にやってる番組なんですけど、マキのウィークエンドグリップカフェというね、うん、ラジオ、南海放送ラジオの番組です、うん、私が出演するのが午後4時半から15分間ということでございまして、南海放送ラジオの中塚真紀子アナウンサーとですね、うん、ちょっと、あ、真紀ちゃんと、はい、あ、そうなの、はい、お話をちょっとさせていただくということになっておりますので、はい、お暇な方、うん、ぜひ、いやいやぜひ、あのラジオ聞いて、ラジオの前でみんな正座やね、はい、正座ですね、はい、1116MHz でございますね、うん、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、はい、ということで、じゃあ小田さん今日一ツイートをじゃあ、はい、行きましょうかね、はい、行きますよ、はい、あ、待ってくださいね、はい、さあ何でしょうね、はいはい、今日もいろいろね、うん、ありましたけどね、はい、じゃあちょっと呼んでいきますね、はい、来るかな、かな、ね、まずゴンちゃんさん、うん、うん、ね、右端の子プレゼント希望、はい、ストレートに来ました、これはね、俺も気づいた、そうそうそう、ね、うん、この表紙の女の子、うん、かわいい、かわいい、うん、表紙もね、かぶせとこうかな、ね、しかも早かったしね、これ本当早かった、うん、当たるかもわからんですよ、これ、うん、はい、じゃあ、次が、神戸マックスさん、はい、美少年図鑑はいつ出るんでっか、うん、うん、ね、うん、もうゲイとしては、ね、うん、見逃せない、見逃せないですね、ずるってもうずるで、その後にね、のっかりみたいな感じで、あの、うん、彼の王子が、うん、美おっさん図鑑がそろそろ出ますよ、あ、美おっさん図鑑ね、うん、微妙の美ね、うん、そうそう、まあ、この今日はちょっと少なめ、はい、3つ中から選びます、はい、これはもうね、あの、僕はすぐ、はい、大臣賞から決めてました、はい、どこのフィーリングカップルゴンちゃんさん、はい、右端の子プレゼント希望、はい、はい、はい、ゴンちゃんは初かな、前に1回ぐらいあるかな、うん、いやー、初かな、記憶ないな、うんうん、初受賞ですか ね、 ね、初受賞、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、当たりますように、当たりますように、うん、で、商品はですね、これ栄光酒造さんのですね、ぶどうん、のお酒、うん、はい、これのですね、720ml じゃないかな、いいな、いい、小さい方の瓶かな、これね、はい、とっても美味しいのです、ぶどうのお酒をプレゼントいたします、うん、はい、じゃあおめでとうございます、おめでとうございます、まっすぐも飲んでるブドウの、そう、これはものすごい、私お酒本当は苦手なんですけど、うん、これはね飲めます、うん、これでね、お酒の練習、今日ツイートって、はい、番組中僕らがつぶやいたのも拾ってもらえるの、いや
それは対象外。あっさり。はい、そう、ということですかね。はい、でこれで告知は全部終わったかな、うん、ですね。ですね。はい、ということで、はい、来週でね、次回は、はい、ピースとナイト28日です、ね、ぜひお楽しみにしていただきたいですね、はい、で新年は11日になるんかな、11日でしたね。11日ですね、はい、なんか途中でどっかなんかやりたいな放送ね、できればね。はい、ということでございまして、でじゃあまあそろそろエンディングの方に行くんですが、前回もかからなくて申し訳ございませんでした。はい、ですね、ちょっと待ってくださいよ、出しますんでね、念押しみたいなつぶやきやめてください。エンディングがねそう、トランスポーター、はい、リアさんのですね、歌う君は一人なんかじゃないよ、うん、こちらの方がですね、ピースストリート TV のエンディングということで、しばらくの間、毎回ですね流させていただきたいと思います、はい、リアさん、アニメソング界では非常にですね、うん、まあ、有名な、シンガーですごく綺麗な声でね、鳥の歌、エアーですね、鳥の歌なんかがですね、有名な曲なんですけども、鳥よ、それじゃあ過ぎたからね、毎回前回同じ振りをしていただきますけども、僕の声とどっちが綺麗なの、はい、流された、はい、こちらの方を聞きながらね、今日は、まあ、はい、親父どもの目汚いのをね、見た、あと目お目汚しじゃないですけど、耳だけは綺麗にしていただいて、はい、流された、はい、はい、ということですね、またじゃあ、今度は28日にですね、ぜひディーバさんでね、うん、一緒に、直接お会いしたいと思いますし、はい、まあ、遠くの方来られない方は放送でお会いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。僕もね、なんかプレゼントあるかもわからないですよ、ある、あの大掃除があるんで、あら、ま、いらんねと思う。いらんもんあげて。プレゼントもね、ビンゴにしようと思ったら、ビンゴちょっとね多くなりすぎるんで、じゃんけん大会しようかなとも思ってます。いいですね、まだちょっと確定ではないんですけど、プレゼントなんかもたくさん用意しておりますのでね。はい、はい、ぜひお楽しみください。はい、はい、楽しみ楽しみ、はい、うん、ということで、もう曲が流れるかな、そろそろ ね、 そうですね、はい、じゃあ また皆さん来週じゃない、次回も見てくださいね、さようなら。また見てくれるかな。はい、はい、よろしくお願いします。あげあげ、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。あげあげ、あげぽよ。今日はなんかすごい美しい進行だったね。美しかったですね。途中、まあ、僕がちょっともたついたのと、まっすーが最後噛んだのと、もうなんて言いたかったのか分からない。自分の名前で噛んだ、前回まで言われたら、ちょっと光が見えてくるまで待ってみよう、生きていることの意味でさえわからなくなってしまっても、ゆっくりと顔を上げてごらん、世界が見えてくるよ。君は一人なんかじゃないよ、僕はいつもここにいるから、手と手つなぎ歩いてゆこう、今日から明日へ。Ooh.
その強さは忘れてないから、未来へと翼を広げて、今羽ばたく勇気を。No.